こんばんは。やっほー。お疲れんこん、お疲れんこん。さっきあかりんさんと LINE してました。あかりんさんと LINE してました。今日もかわいい、嬉しい、ギフトありがとう。そう、いちご、うん、かわいい？イエーイ。こんばんは。ギフトありがとう。今日もいろいろと頑張ってまいりました。頑張ってまいりました。ギフトありがとう。神サラさんでしょ。やば、口ずさみそうになりました。危ない危ない。いや、すぐ口ずさむんですよ。危ない危ない。ネタバレになるとこだった。半袖似合う、半袖似合うとかあるの？半袖似合う、嬉しい。半袖似合う、似合う、ウケる。そう、学校の後歌唱力の練習をしてました。そう、ちょっと早めに始めた配信。この後、配信の後もいろいろツアーの練習とか自主練あるので頑張ります。だから長くて8時かな。今日も好き？ブラボー。いい、2人がった。そう。ライン。正規メンバーに昇格してから先輩全員と連絡先交換したの？全員とはできてないんですよ、まだ。そう、なんか。グループ LINE もあって、で昇格してグループ LINE にも仲間入りして、4人とも 2.5 期昇格して仲間入りしたんですけど、だからそのグループ LINE に先輩たちみんないるから、普通に追加とかはできるから、できるんですけど、でもリオは会ってから交換したくて、会って QR コードとかで交換したい派なので、そう、なんか勝手に追加するの失礼かなって思っちゃって、そう、グループ LINE から勝手になんか追加するの失礼かなと思って、そう、だから会って交換する派です。待ちに待ってたわけだしね、今までずっとできなかったな。そう、口ずさんじゃん。うん、ノースリーブ似合わないよ。ノースリーブはソラハさん、ソラハさんがね一番似合う。ギフトありがとう。ね、もうあさってツアーだよ、やばくない？しあさってはココアさんとお別れ。でも大体の先輩とは交換したかも。まだしてない、できてない先輩もいるんですけど、ほぼほぼ交換しました。
早速ラッフルのくじ引いた。あ、引いてくれたの？あれってさ、くじだよね、普通の。え、くじ引いてなんか出るみたいなだったっけ。いい人ありがとう。ノースリーブ？ノースリーブは着ない、持ってない。あ、全然。え、ノースリーブってさ、ここまでのやつだよね。持ってないわ。研究生ダメだったんですよ、ノースリーブとかも。なんか肌の露出が多いとダメだったから。持ってないの。ね、悲しい。あ、動画見た？ TikTok、 あずみんの3期？あ、3期とはね、3期ちゃんはあの4人昇格したじゃないですか。しましたよ、連絡先交換しました。そう、まだ3期研究生はまだできないんですよ、交換が。でも昇格した子はできるので、しました。ダブルチャンス賞がリオツになったらラッフル引こうと思う。なんかすごい難しそう。リオあんま、なんか難しくて理解できなくて、なんか9時だよね、9時リオちゃんの缶バッジ2つ出た、すごい。え、くじ引いて当たったらなんかグッズがもらえるってやつだよね、合ってる？合ってるかな。へそ出し、へそ出しももうダメだよ、普通に、普通にダメです。へそ出し正規メンバーになったら多分いいけど。りゅうさん、ありがとうございます。高校1年生、15歳のりゅうさんこと岡村りゅうです。フォローしてください。フォローありがとう。りゅうのおへそは秘密んです、見せません、どんなことがあっても。見せないよ、秘密ん。前さ、リオ絵描いたよね、自分のへそ、自分のへそを絵描いたんですよ。なんかリオのへそってなんか不思議でへっこんでるんですよ。へん、深い、溝が深くて。へその溝が深くてすごいなんかね、へっこんでるんですよ。そう、デベソの逆みたいな。デベソの逆って感じ。そう、あ、合ってる？かわいい？反抗期終わった？わかんない。え、でも多分ね、ファンのみんなには終わった気がする。多分ちょっとはね、ちょっとたまにはあるけど、ファンの配信とか、ファンのみんなには多分終わった反抗期。まあ普通にムカつく時もあるんですけど、でも前ほどそんなガチギレみたいな感じじゃないかな。まあ基本的に家でね、家でムカつくから、家族に。そりゃね、人間だからね、こういう配信のコメントとかも普通に他のとこでもイラってすることあるけど、我慢してる。へえ、そうですかって。全然興味なさそう、リオのおへそについて。ほら。ウケる。
そう、ネイルしてない。なんか前なんか保湿みたいな、保湿みたい、トリートメントみたいな、なんか保湿、その色をあんまつかないちょっとテカる保湿っぽいやつは塗ってたんですけど、でもすぐ剥がれるんですよ。すぐ剥がれて逆になんか汚く見えるから、今は何もつけてない。何もつけてません。にゃん。そう、爪にもね美容液があって、ちょ今リオ爪がすごい乾燥してる。そう、爪もさ結構乾燥するんですよね、美容液。まだおへそ公開したことない？ない、見せてないよ。秘密です、秘密のおへそ。アクターズでもない気がする。お腹出しはあるけど、うん、おへそはねずっと隠してきました、人生。人生反抗期あった方が将来的にいいらしいから、あってよかった。長すぎるよね。そう、配信でツンツンが出なくなったなと思って、えでしょ、あんま出てないよね最近、えでしょ。でしょ、マーナにまだ反抗期あるの？マーナだけじゃなくてパーナも、基本パーナパーナにイラッてすることが多いから。そうそう、ネイルしたいんだけどね、いやすぐ剥がれちゃう。そう、なんか何事もゴリオパワーになっちゃうから、無意識に。だからなんか物に当たったりとかしたらすぐ剥がれて、なんか変になる。ギフトありがとう。そう、切った捨て、切った爪は捨ててるの？もったいないよ。どういうこと、どういうこと、捨てないの？え、保管してるの？え、マジ？逆にすごい。トイプードルのユニットとかいつか。あ、なんかさ、PR 舞台でさ、PR 舞台のリンコさんとアカリンさんがやってたやつだよね、あれ。なんかおへそ出しの可愛い衣装。みんな大人っぽくなった？あ、みんな？あれだね、見た目だった。見た目、ほんと？ギフトありがとう。試験さん、ありがとうございます。高校1年生、15歳のりょうつのこと、岡村りゅうです。引っ張らせてください。あ、そう、パルコ行ったんですよ。あれ、ココハと遊んだ時に行って、そう、さっき X 載せたので見てください皆さん。でもね、何もなかった。なんか空き地みたいな感じだった。そう、まだ何もなくて、なんか旗とか、あとなんか CD が並んでたり、好きな歌詞のボードがあったりとかはあったんですけど、何もなくて。サイン書いた、書いてない。なんかさ、え、あれ書いていいの？わかんない、書いていいかわかんないし、書くっていう概念がなくて、まだその時書いていいとも言われんかったけん。いや、多分ね、できてからね、すぐに行ったんですよ。そう、できてすぐに多分行ったから、そ
そう。試験さん、ありがとうございます。高校1年生15歳のリオツンこと岡村リオです。フォローしてください。ツアーでオーディションの映像流れるのリオツン恥ずかしい？え、別に。そんな恥ずかしくはない。でもオーディションの頃の映像見るとさ、髪切りたくなるんですよね、マジで。でもあれはね、めっちゃ恥ずかしいかも。あの一番最初の自己紹介 PR みたいなやつで1分間で PR をするんですけど、めっちゃ色が黒くて、その時なんか真っ黒で、真っ黒な少女で、すごい。しかも前髪が切りたてで、めっちゃパッツンでから、めっちゃパッツン前髪で、そう、めっちゃ色が色黒だった。めっちゃ色黒だったあの時で。なんかリオさん、暗闇を踊りながら握力を測ったんですよ。そう、握力測って、暗闇目を凝らしてみれば何かが見えてくる。ここは広島に帰ってきたのか前ね、結構前の話。配信で言ったくない？あ、ごめん。ちょっと反抗期出たかも今。分かった、今のが反抗期なんですよ、すいません。自覚あり、ごめんね。みんな治ってないわリオ。ごめんね、治ってないわリオ、ちゃんと治ってませんでした。ゆうたありがとう、今のが反抗期です。面白い。マネージャーさんに聞かんかったとね、すごい方言が。うん、聞かんかったと。なんかサイン書くっていう概念がなくて、そのボードに。書いていい、うん、書く、うん、書くこと自体全然頭になかった。かわいい？そう、ギャルでした、黒ギャル。ね。怖い？怖がらないで。いや、今のもね、結構ね、優しく言ったつもりなんですよ。優しく言ったつもりなんですけどね。受験さん、ありがとうございます。高校1年生15歳のリオツンこと岡村リエです。フォローしてください。確認できてよかった。受ける、確認。なんかいちいち反抗してしまうよね、反抗期って。なんか小さなことでもイラってくるみたいな。あ、謝ったから。モアメに書いたけど読んでないんですか？聞いてて。いや、そうなんですよ。なんかさ、モアメとか配信でこう言ってたりしたことをこう何回も聞かれたら、言ったやんってなる。言ったやんってちょっと思っちゃうんです。そうだよ、これでもまだまだ。まだね。
イラツンなのね。イラツン？どういうこと？今リオがどういうこと？イラツンとか言わないで。なんかさ、前の方が反抗期ひどくて、結構前の時に、なんかこうコメントが来るじゃないですか。したらそのコメントに対して、なんでそう思ったんですかみたいな、なんかずっと言ってたんですよ、リオ。前の話ですよ、結構前の話で、今は言わないけど、コメントに対して、なんでそんなこと思ったんですかみたいな、なんでそう思うんですかみたいな。そう、なんか変なこと言われたら、なんでそうなるんですかみたいな。めっちゃなんか問いかけてて面白い。今見たらすっごい面白いんですよ。反抗期全開放したらどのくらいなんだろう。半端ないです。18日の広島、あ、嬉しい、来てくれるの。そう、落ち着いた、これでも落ち着きました。そう。ドアが怖い。それはそうだね。かわいい。今メーナが寝てたんですよ、ヨギ棒で。ヨギ棒で寝てて、横向きで寝てた。で、しかもさ、メーナ今めっちゃ臭いんですよ。あの耳が今メーナ耳がすごい臭くて。なんかめっちゃ耳が臭いんですよ。で、なんか多分痒いらしくて、耳が、そう、耳が痒いんですよ、多分。痒くて、よく自分の足で描いて、耳をね、耳をカーって描いて、で、その描いた足を匂うんですよ、いつも、メーナ、自分で。そう、こうやって、カーッ、描いた、みたいな、描いた後に、一瞬止まって、みたいな。そう、メーナ、自分の足を匂うんですよ。耳を描いた足を。メーナ、メーナ、いや本当に最近メーナリオのこと好きなんですよ。めっちゃね、寄ってくる。なんかトリミング行ってからね、毎回体をね、かゆがるんですよ。そう、試験さん、ありがとうございます。高校1年生15歳のリオツンこと岡村リオです。笑わせてください。うん。ほら、ありがとう。メーナ、おいで。メーナ、おいで。ここに来て。ここ。ここ。メーナ。メーナ、メーナちゃん、ここに来て。来ないの？
来ない。カメムシ飼っとるん？飼ってないよ。飼ってません。かわいい、かわいい。そう、リオのことが好きなんですよ、一番。一番絶対メイナはリオのことが一番好きです。メイナ、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 ここにおいで、ここにおいで、メイナ、ここにおいで。受験さん、ありがとうございます。高校1年生になりました。15歳のリオツのこと、岡村リオです。フォローしてください。ねえ、なんか暴れ始めた。何してるのねえ。何、怖い。お花畑するの、するの。暴れとるんだけど。この間ね、リオが愛媛から帰ってきたんですよ。7周年ツアーで愛媛行ってて、で帰ってきて、そしたらメイナからリオの部屋にプレゼントが置いてあったんですよ。もう気づいてびっくりよ、本当にリオも気づいてびっくり。気づいてびっくり。お花畑のね、お花畑のねプレゼントが置いてあって、しかもリオの部屋のさ、リオの部屋のさ、ドアの真ん前に置いてあって、いやパーなの、やばいって。しかもてんこ盛りに。おもろい。メイナって姉様、犬のことかと思っていたの、ここだけで違う。ま、犬ですよ。マジで面白い。メイナは犬です。メイナは犬、モーナがお姉ちゃん、マーナがママ、パーナがパパ、みーちゃんがおばあちゃん、ちゃーちゃんもおばあちゃんです。そう、踏んでないよ。踏むギリギリで気づきました。踏むギリギリで、なんかあるみたいな。受験さん、ありがとうございます。高校1年生、15歳のリオツのこと、岡村リオです。フォローしてください。鼻の傷なんかさ、だいたい治ったんですけど、まだほんのちょっとだけ跡が残ってて、でも治りかけ。そろそろ壇上読もうかしら。あっ、ねっ。急に吠えた。うん、壇上を読みたいと思います。この後もね、ちょっといろいろと自主練するので頑張ります。激しい、激しい、激しい。
男女見ます。13位日傘のたっけさん、ありがとうございます。12位レオタンさん、ありがとうございます。11位シュウさん、ありがとうございます。10位シャカラピーさん、ありがとうございます。9位ラクラクさん、ありがとうございます。8位ヒイラギさん、ありがとうございます。7位ヨネツンさん、ありがとうございます。5位ホリ、あ、6位アヤさん、ありがとうございます。5位ホリちゃんさん、ありがとうございます。4位タイガンタカオさん、ありがとうございます。ごめんね、イヤホンの方うるさいよね、ごめんね。お腹痛いらしい。お腹痛くて今ねお花畑しようとしてる。あ踏ん張ってる。踏ん張ってますね、今踏ん張り中。あ、出た出た。3位鈴鹿さん、ありがとうございます。2位平次さん、ありがとうございます。そして1位はドゥルドゥルドゥルルルパン、ゆずきちさん、ありがとう。そう、いつもねお花畑の前はね吠えるんですよ。今からするよみたいな報告みたいに。15、ゆずきちさん、ありがとうございます。モスバーガー、照り焼きバーガーの日、今日？そうなの？美味しそう。ありがとう。うん、そして皆様、皆様、決裁ミッション、ファーストラブお話し会第一再販の決裁ミッションが明日の23時59分までとなっています。忘れちゃうとね、6月22の幕張の2時間目と4時間目、ありがたいことに完売出てますが、完売もねなくなっちゃうのと、お話もできなくなっちゃって、みんなが決済ミッションをするまでは完売かっこ仮になるので、皆さんお忘れのないように今すぐよろしくお願いします。決済ミッション達成してね。あ、ミッション完了。あ、決済済み。そう、達成して、ミッション達成して絶対会いましょう。会おうね。あ、終わったミッション、ありがとう、よろしくお願いします。それではこの後自主練頑張ります。明日は夜かな、
わかんない。それでは今日はお花をつけてました。それではバイツーン、バイツーン。